皆さんこんにちは、こんばんは。鳩や小羽役の尾崎由香です。よろしくお願いします。イエーイ、やったー。アニマイルビジュアルコメンタリーいよいよ始まりました。やったー。今回は私が MC ということでみんなのメンバー紹介をしたいと思います。まずはナーさん。はい、有馬ひずめ役の山田結菜です。本日はよろしくお願いします。沢渡浮役の伊沢美香子です。今日が楽しみすぎて鼻血が出ました。よろしくお願いします。昨日夜突然目が覚めて、来ると思って鼻血が出た。すごいね、来るって分かった分かった。これは明らかに何かが出るみたいな。興奮しちゃったんだね。興奮しちゃって、いや今日本当楽しみなんで、よろしくお願いします。はい、縦島小鉄役楠木智美です。私は何も出てませんが健全健全楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。ラストははるにゃん。はい、牛久かな役の白石はるかです。私も何も出てないのよ。よろしくお願いします、まあ、それが普通だよね。何も出ないべきだと思う。でも私話出たことないですよ。本当に人生で私もない。ほら、私それこそ結構学生の頃すごくて、うん、1年で184回、なんで数えてるの。今日大丈夫。今日ちょっと我慢してくださいね。出ちゃうかもしれない。今日止めないで。今日止めちゃったらいなくなるかもしれない。ダメダメダメ。でもまさにね、アニメ始まってますね。大興奮ですよ。輝かしい笑顔が、かわいい。かわいいな。すが、まずはね、みんなのね、うん、役柄について語っていきたいなと思うんですが、この小羽ちゃん、はい、本当に明るくて元気で笑顔が素敵ですよね。ね、アホ毛がめちゃめちゃかわいい。あ、ね、あ、そう、今日アホ毛あるの。これかかるんだろ。今日ちゃんとアホ毛つけてきてる。つけてきたんだ。みんなね、カメラ再現してるんだよ。ですね。あ、ウキも出てきた。ね、出てきましたね。ウキはどんな子ですか？ウキはまあツッコミポジションだったり、ちょっとお姉さんというかお母さんみたいなポジションなんですけど、結構もう1話はツッコミのバリエーションはね、なかなか苦労しましたね。そうか、ツッコミ役やったことあんまなくて、ね、このシーンとかもちょっと先生っぽくツッコんでみようみたいなの音響監督さんにディレクションいただいたりしてやったシーンですね。確かにもうボケとツッコミばっかりだもんね。結構ね、ご飯にとってね、結構ね、テンポがいい作品だからね、ツッコミがいないと締まらないですからね。この2人で漫才大会出てほしいですね。結構いけると思います。本当やりたいやりたい。野々野先生に本書いてもらって結構いけるかな。楽しそう。出たい出たい。ね、これ制服も可愛いけど私服もね、私服も可愛いよ。個性出てるしね。出てる。いいですね。まあ、色使いがまた可愛いよね。わかる。ね、いいよね。ちょっとパステル調な。そう、パステルなんだよね。柔らかいですね。あ、ポンポン。可愛い。一週間後にはチアムか。待ちきれないよ。早く4月になる。制服もすごい可愛いよね。可愛い可愛い。スタイルよく見える。見える。なんかちょっとお嬢様っぽい感じだよね。女子校なんだよね。女子校多分ね。うん、ないぞ。お、先生。あ、先生も出てきた。チェア部。チェア部。人生における大量の糧となることを私たち教職員一同は。あ、そうだね。落ち込んでる。焚きつけちゃったし。元気出しなよ、髪の色目立つね。確かに奇抜だよね、二人だけ。あ、ひずめ出てきた。お、来ましたね、ひずめちゃん。ひずめはどんな子ですか？ひずめちゃんはね、あのね、普段すごい淡々と喋る子 で、真面目ボケなんですね。確かに。そう、自分は至って真面目に言ってるのに、周りから見たら、うん、えってなってる。天然な感じ。すごい。でもそこが可愛くて、うん、でね、あの小羽ちゃんをきっかけに、過去のことをいろいろ乗り越えていくので、そこがね、あの注目ポイントだったりしますね。でもなんか天然っていうかさ、無意識ボケなところはナオさんとすごい似てる。確かになんかダンスレッスンの時にすっごいきつい筋トレしてみんなでもうダメだってなりながら、なんか先生にね、もうこれまだいける人みたいなネタで聞かれたのに間違えてはいって手挙げちゃってなんかそういうストレッチをしてるんだと思って私はまだまだ大丈夫ですっていいタイミングでこうやってやりました。天然ボケだね、本当に。先生もびっくりしてたね、ネタでかったですね、あれは。きつかったね。でも
すごいストイックで真面目なところもすごい似てる、うん、確かに、うん、確かにアフレコ現場でも結構助けてくれてた、うん、いやそうだねなんかアクセントとかもすごい調べてきてくれててねえ、ひずめってやっぱみんなをこう引っ張っていってくれる役割でもあるからね、うんうんうん、ねえその点似てる、うん、ひずめちゃんポジションです ね現実でもありがたいです、うん、そう言っていただけてそういった意味では結構みんなシンクロ率高めな気は確かに似てる。ポテツはどう？ポテツは、うん、こうキャラクターとしてはちょっとこう引っ込み思案で自分に自信がないんですけど、すごく無自覚に人の傷をえぐってところがあって、やんわりとね、あ、そういうとこ似てない出ないはずなの。でもなんかそれでも憎めないところは似てるよね。あ、本当ですか、嬉しいです、うん、お茶目で可愛い、あこすら可愛い、ありがとうございますすごいこてつのさ、こう自分がマイナスのモードに入った時のあのテンションがすごい好き、うん、豚なんで私なんて豚なんで普段のこの喋ってるテンションよりさらに上げてこうわーって言わなきゃいけないから結構大変だったしますね。まだ1番の段階ではね、まだね、ちょっとよそ行きテンションですから、よそ行き、もじもじしてましたね、まそう、こちら2人がちょっとね、あ、そうだね、かなちゃんもね、あんまり出ないちょっと個性強かったからちょっと負けちゃったかなかなちゃんはどんな子ですか？かなちゃんはですね、まあとにかくあのひずめ先輩大好きで、うん、ラブだね、わざわざね、うん、一緒に転校してしまうほどすごい思いだから、愛が深い、愛が深い、うん、はい、で、一番まあチア部に入るのは一番遅くはなるんですけど、まあ仲間になってからはこうツッコミ、同じウキと一緒にツッコミ役になったりとか、ちょっとツンデレなところもあったりとかして、まあひずめ先輩にはちょっとその分デレがとかするので、演じるときは結構あのひずめ先輩に対するこう心情、モノローグとかは結構はっちゃけちゃってますね、心の中はすごい盛り上がってデレデレってしてるんだけど、カーって赤くなってぶたおりちゃってかわいい、一番女子だよね確かに乙女感、なんかここ3人がツッコミ、うん、3人がかりでツッコミしてるのに手に負えない感じ私たちが違うパターンのね、ボケがね、ボケがなんかベクトルが違うからなんか3人でおおおお手に負えない感じ、ね、どこからツッコめばいいんだ、ね、でもなんかほんと持ち回りでツッコんでる感じするよね、なんかカナが出てきてからウキも結構ボケれるようになってきたし、あ、そうだね、小羽もボケるよ、ね、あ、ボケだ、一緒にボケてる手にボケれば小羽も突っ込むよ、うん、たまにね突っ込んでた、そうそう、逆にカナに突っ込んでくれたり、そう、カナに突っ込む小回りがね、いろいろありましたね。今もうかなちゃん出てきちゃった、あ、出てきちゃった、あれ、あ、かな見逃して、出てきちゃったって言ったら、出てきちゃった、ビタビタない出てきちゃった大切なね、大切な数少ない、貴重なシーンだね、数少ない、でもさ、最初のオープニングのチアも踊ってるよね、かなちゃん、そうだね、その中学時代の、あ、こてっちゃん出てきたよ、こてっちゃん、こてっちゃん出てきました、恥ずかしそう、かわいい、マジマジ、おい、聞けよ聞けよ、こっちはね、頭いっぱいだからすごい上見てハハってしてましたけどキラキラしてる、いやーかわいい、いや、チア部、みんなは部活とかやってた？うん、やってた、やってた、やってた、じゃあ春には何やってたの？私、華道部だった、華道部、すごい、華道部なんてあるんだ、そもそもなかった華道部が、なかった、なかった、私、あの、習い事でダンスとかをやってたから、ちょっとそれと違うことをやってみたいなって思って、そう、お花好きだったから、洋風、和風、和風、フラノアレンジメントみたいな、それとも、うん、ちゃんとあの、うん、お花流っていう、こういうやつ、本格的だね、すごい、ね、かっこいい、かっこいい、大会とかにも出たりとか、大会なんてあるの、そうそうそう、すごいな、何でもできるんだね、やっぱりダンスも踊れて誰が？あわあわ。いやすごい。ねえ、トモリルは？私は小中は吹奏楽系で、高校は軽音楽部。完全音楽部だよ。路線で。確かに。こてちゃんもピアノ弾いてたしね。そうですね。なんか美術と音楽が昔から好きで、習い事も習わせてもらってて、でも美術は趣味の範囲でやりたくて、なんかその教えてもらうっていうよりは自分で突き詰めていきたかったから、で音楽はみんなとじゃなきゃできないから、じゃあ音楽やるって言って。すごい、しっかりしてる住み分けてやってたんだ、最年少なのに一番しっかりしてるすごいでも、しっかりしてるから助けてもらってる知識豊富
ことないです。すごい。みけちゃんは？私は中学の時卓球部だった。卓球？そう、意外じゃない結構。あ、そうでもない。そうでもない。神経いいから。本当に、うんうん、良さそうには見られるんだけど、本当に運動神経悪くて。そうなの？そう、小学校の時なんか仲良かった5人組の、もう5人全員が卓球部に入っちゃって、うんうん、私だけ入らないわけにはいかないっていうことで入ったんだけど、そうでもね、すごい強豪校に入っちゃったの。やばかった。大変なやつだ。じゃあ結構もうスパルタだったんだ。そう、朝練もあるし、土日もあるし、あと演舞？延長部活っていうのがあって、そう、普通の部活が5時ぐらい、6時ぐらいで帰るのに、7時ぐらいまで延長してやったりとか、超スパルタで、でも今思うとなんかそこで声出しとかしてたのが今に繋がってるのかなっていうのは、もう思いますね。でも卓球はね、ほんとできなかったな。めっちゃ下手でしたね。なんか体育会系の人って、すごい上下関係とかって、すごいしっかりしてるイメージが。厳しいかも。特に、文化系も吹奏楽は結構上下関係。そう、確かに間違えたりとかしてもね、うん、あ、すいませんみたいな。厳しい、ね、確かに廊下であったら挨拶みたいな、おはようございますみたいな。ありました、ありました、ね、うん、髪の毛あまりないね、上下関係。確かに、はい、みんな仲いいよね。フレンドリー。バスケ先輩にもバスケ先輩気にしてないもんね。確かに。なおさんは？私はずっとバレー部でしたね。あ、バレー、すごい、うん、バレーボールの方ね。バレーボールですね。で、なんか中学校、あ、じゃ小学校？どっちだっけ？でも、バレー部に入りながら、あの駅伝部の助っ人とかも。超スポーツ、超神経。走ることがずっと好きだったから。だから体を動かすことは、その体力をください。本当だ。体力だ。剣舞してたんだ。じゃあ剣舞というか、なんか大会の時にだけ出る。助っ人部員みたいな。そうなんだ。すごいね。え、なんか今でも走ってるんでしょ？今そう、ジョギングが趣味なので。やばくない？走りたいな。走ろう一緒に。私は走ろう。河原を走ろう。みんなで走ろうじゃん。私いいです。え、なんでなんで第1弾と第2弾で分けた方がいいと。スタートが一緒でも違う。後ろからじゃあ行くね。やばい、来てる来てるって。そんなシーンあったの後半で。あったね。あったかな。確かに。楽しみにしていただければとね。ピオちゃんは？私ね、バレー部のマネージャーなの。マネージャー。え、こんなマネージャーいたら私鼻血出ます。本当だよね。初鼻血。初鼻血。めっちゃ頑張っちゃうよ。頑張っちゃう。マネージャーってでもさ、なんか漫画のイメージが強すぎてさ、実際何するのかよくわかんないんだけど。実際は結構もうサポート。だからあのジャグって言って、あのみんなのドリンクを作ったりとか、もうだからメンバーより先に来てマネージャーが全部支度するみたいな。ネット張ったりとか。自分のことで精一杯したり。本当そうだよね。もう本当サポートだね。献身的なんだね。結構体力使う。確かに。意外と思ってたより大変だったかも。羨ましい部活だね。羨ましいわ。ひろちゃんがマネージャーですよ。そんな男の世界線でもないよ。夢夢ここにあった。そうなのよ。そんな高校生活をね、いました。あ、もうあっという間に本編いいね。結構いいところになってる。話盛り上がりちゃった。そっか、怒らせちゃったのか。ひずめのトラウマが。小羽も一応落ち込むから。たまたま有馬さんと同じ中学の子に聞いたんだけど。かわいい。話聞いてね。絶対嬉しいんだろうな。めっちゃ嬉しいんだろうな。武器もマンガラではない。どんどん上手くなってレベルも上がってったんだって。でもチームの真剣な顔。珍しい。珍しい。これくらい真剣な顔で聞いたんだけど。あんまりね、聞かないから。追い出されるみたいに。武器の話はちゃんと聞いてる。ね、ポンポンも映ってる。かわいい。ピヨピヨしてる。ピヨピヨモード。ありがとう。めっちゃ好き。よし、早急に特訓だよ。何がどうしてそうなったきっとそんなつもりじゃなかったのに。なんか大事なシーンだとみーちゃん。有馬さん、ねえ、私の中で特別だから。こからいいシーンがたくさん続く。いい笑顔だ。で、このひずめピン欲しいよね。欲しい。欲しい。何て言うんだっけこれ。バテ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 。蹄鉄って言って、その
やつはバテっていう、うん、へえ。あれどこで買ったの？誰だっけ、なんかこの前、うん、あの実際のやつつければいいじゃんみたいなこと言われてさそれは見てたの、絶対重たいでしょ、絶対滑り落ちるよねつかないでしょっていう、しかもチアなんか踊った時期がだよねバソン あこのシーンはいやちょっとみんながシーン来ましたよ、まさか何事もなかったように話しかけてくるなんて、これさピアちゃんに再現してもらいたい、なんでやってほしい、やってほしい、それやばいよね、いけるかな、あそこからやってほしい、あそこからちょっと行きますか、あそこからちょっとあの扉からちょっと行ってよ、見たい、え、やるの、いや見たい見たい、いいですか、大丈夫です、ちょっとピアちゃんやばいやばい、やったー、さすがうち、ちょっと見たい見たい、どうやってやるの、ちょっと変な、今ちょうどいいシーンだよ、みんな苦手なこととかさ、克服したいこととかどうした、なんだろうな、運動ある、運動顔が真顔、運動なんだろう、苦手なことか、苦手なこと、克服したいこと、克服、私ホラー映画が、ホラー映画、あ、じゃあ一緒に見てあげる私も一緒に見てあげるみんな大丈夫、みんな大丈夫、いや私そんなでもないですけど、でもなんかそんななんかうわーっていうほどじゃないの、うわーぐらいなんかちょっと笑っちゃう、すごい笑っちゃう、なんで、うん、わかんないでもなんかその思ったより大きい声でびっくりしちゃった自分に笑っちゃった、あ、でもそれうわーみたいな、なんかジェットコースターとかも怖すぎてずっと笑ってる、喉乾きそうだな、あ、顔くめちゃった、はたから見たら結構ヤバめで、ね、すごい、なんかみんなでお泊まり会とかしてホラー映画みたいな、マサンチでやろう、寝てるわ私守ってあげるからえ、でも本当に布団かぶってって感じだもん、あ、そうなんだ、どうしても見ないと、あのお仕事で絶対あの、ね、映像チェックをしなきゃいけない時とかがもう本当に苦痛で、お昼に絶対見るようにそうなんだ、確かにね、ホラーはね、じゃあみんなで見よう、うん、そうだね、そしたら克服できるかな、そしたら見たい見たい、ピュアちゃんはなんか苦手なこととか、私苦手なこと、もうなさそうなイメージ、ねね、あるよ、めっちゃ、なんでも笑顔でわははーって、それは僕にしてる気持ち、してないです、してないです、はい、苦手だけど、なんか苦手だけど、まあ、でいっかって思っちゃうから、あなた間違ってないじゃないですか、やばい、アホだったでもポジティブなんだね、そう、全般苦手だけど、なんとかなってる、確かになんとかしてるかな、でも私もそんな感じかも、うん、なんか意外と苦手なことってあんま浮かばないんだよな、逆にな、何が苦手そう、運動は苦手運動の、うん、なんか、なんだろう、こうなんて言うんだろう、こう瞬発系走ったりとか、え、なんかそう、その西武ライオンズさんの始球式もやらせていただいて、魔球出たよ、見たよ、なんか一回後ろに行ってさ、ありえない方向に投げて、前に球が行ってるのに後ろに球があるみたいな、どうなってるんだろうね、すごいよね、びっくりした、でそこもやばいんだけど、それ以外にも普通にこうちょっとジョギングでジョックでこう移動とかしてる姿もツイッターとかに伊沢走り方やべえみたいな、そんなことないよ書かれてたり、なんか学生の頃も水泳とかも本当に下手で、私も水泳だな、んかプールこうやって 25m 平泳ぎ頑張って泳いでて、上がったらもう学年中のみんなに笑われてるみたいな、よっぽどフォームが全体的にやばいんだよね、形系か、そう、形が変なんだよね、大体そう、今とってもいいシーンだよ思ってたんだけど、ずっと思ってたんだけど、めっちゃいいシーン今そうだね、それを、ね、今克服しようとしてる、そうだ、ここ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 頑張れ、あのスタンツって、あのスタンツ、戻ってきた、ね、ゾワでした、あ絶対頭打ってるよね、危ない、危ない、水目の対応力がなかったら本当にそのまま落ちてたよね、本当ね、目をつぶって飛び降りる人がありますか、ここの矢が、矢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 、
サプライズ。痛いぞ。飛び降りただけでしょ。でも有馬さんは支えてくれたじゃない。ジアって多分相手のことを信じて初めてできるんだよね。ちょっともう泣きそうなんですけど。ねえ、一番にして泣きそう。有馬さんを信じたから飛べたの。ここの演出すごい素敵。アフレコじゃ分かんなかったもんね。こんなスポットに入るなんて。見くびらないでください。油断してたところにもう一丁。鉄壁のベースと呼ばれたんですよ、私の支え。あなたを支えるくらいわけないです。やだ、イケメンちゃん。イケメン、こういうとこが好きなんだよな。大好き、かなちゃん。わかるよ、キラキラしてる。お、エンディングまであと1分。おお、あとちょっとだ。あとちょっとだ。それを読むの斬新ですね。これ読んじゃう。いや違う、画面に書いてあったの。改めて。なんかね、私たち用ので皆さんには映らない。こういうとこだね。そうだね。わかりやすい。わかりやすいよね。みんなにね、もう1分ですよって知らせるから。画面に書いてあるよ。みっちり。あ、ちょっと30秒。ここ最後好き。このいいシーンからのオチがね。という常識人っぽい方と。常識人っぽい方。常識人っぽい。常識人っぽい。ぽい。っていうか。これいいよ、これ。ちょっと一応。ちょっと考え直させてください。あと10秒。残念すぎる。ありがとう。初めて見ました、ね、ということでね、あっという間に1話もエンディングとなっております。早いねー。ということで、このビジュアルコメンタリー全話やっていくんですが、今後の予定をお知らせしますということで、その内容はじゃんということで、まずはコメンタリーなのに体を動かしたり何かを作ったりしながら競い合うポイントシステム。苦手って言ったぞ。そうなのよ。そして最後に一番多くのポイントを獲得した人にはご褒美があるそうですよ。おー、何？ご褒美だって。なら頑張る。あ、頑張る。終わりよ。単純だな。あとね、NG ワードを毎回設定されるそうなので、コメントになるのね。そうなの、NG ワードで。だからみんな前は見逃さないでね。よろしくお願いします。ということで、